ちょいとあんたいいところに新しい特殊装具の開発に素材が必要なんだけどさ、奈落にて君を呼ぶのクエストを頼まれちゃくれないかい。はい、皆さんこんにちは、ゴロニャーゴです。それでは今日も頑張っていきましょう。というわけでですね、今日はですね、不動の装備を作っていきたいと思います。はい、今ですねストーリーでちょっとイベルカーナまで進んでるんですけども、まあこいつがちょっと強くてですね、ちょっと厄介なので、ちょっと不動の装備を先に作ろうということでですね、こちらを進めていきたいと思います。はい、でこちらの入手方法なんですけども、はい、調べてまいりました。まずですねハンターランク49にして、フリークエストの、星の9、その雷鳴は天罰か祝福かをクリアする。こちらキリンの討伐ですね。はい、でキリンを討伐させた後、各地を探索して、歴戦個体の古竜を、出現させます。はい、で歴戦個体の古竜を合計3種討伐すると、フリークエスト9にて奈落にて君を呼ぶというクエストが出現するみたいです。はい、なのでですね、こちらを、出現させるためにはまず、歴戦個体の古竜ですね、こちらをまずは、出すためにキリンさんですね、はい、をストーカーして痕跡を集めに行きたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでやってきたんですけど、早速目の前に落とされてしまいましたね。はい、ただですね古竜さん、なんと攻撃しないとですね気づかないらしいんですね。完全にシカトですねこれ。やったー。というわけでですね、安心して、ストーキングしていきたいと思います。あれ、どこ行った。はい、でですねこの古竜、の、この青い痕跡、ありましたね、キリンの足跡、こういうのをですね集めていきたいと思います。よいしょ、おー、 ありますね。はい、こういうのをですね集めていると、時折、画面右の方にですね、調査クエストが、登場してくるみたいですね。でこの調査クエストがランダムでですね、いろんな古竜のクエストに変換されて出てくるというらしいので、現在はですねそのクエストを出すために、ただひたすらキリンの痕跡を集める。なのでキリンさんには一切攻撃しません。はい、今回はですね有名な配信者のチャチャチャさんの動画を見て真似しております。はい、詳しくはそちらもご覧になってみてください。あ、寝ちゃった。ですね寝ちゃったらこの捕獲用ネットを当てる。ドイッと起きる。おい、おう、あ、気づいてない。やったね、うい。さあストーキング開始、再開ですね。お、来ましたね、調査レポートを発見しました。ありがとうございます。これがですねランダムで、どの古竜か分かんないですけど、選ばれて出てきてるということで楽しみですね。あー、落ちちゃったー。まあいっか。はい、というわけでですね今ちょうど50分間経ちましたね。ずーっとストーキングして痕跡集めに徹底したんですけども、はい、さて一体いくつ、クエストが出てきたでしょうか。見てみましょう。
はい、というわけでですね、8個ですね。はい、今回、50分間キリンをストーキングして調査クエストが8個出ました。はい、なんとか。そうですね、ネルギガーンテ、キリン、テオーテ、スカトル、クシャルダオラと全部出てきたので、はい、でこちらクエストですね、丸ボタンを押して、登録します。はい、登録が完了しました。はい、それではですね、今登録したクエストがこちらの、調査クエストの方に出てきますので、こちらのクエストですねから、モンスター、歴戦個体を合計3種類討伐したら、奈落にて機微を呼ぶが、出現するということですね。では早速やっていきましょう。はい、というわけでですね、まずは歴戦個体の、ネルギガンテを狩猟しました。戦交流のテオテスカトルを狩猟しました。さあ、ハギトリハギトリ。おお。何か武器屋のおばあちゃんが呼んでますね。こら来たな。ちょいとあんた、いいところに新しい特殊装具の開発に素材が必要なんだけどさ、奈落にて君を呼ぶのクエストを頼まれちゃくれないかい。じゃよろしく。じゃよろしく。来たー、来ましたね。オッケー、さあ出ましたかな。フリークエストの、星9、あ、来ましたね。はい、奈落にて君を呼ぶ。はい、これバルハザクとこれオドガロンですね。わあ、正気の谷ですね。わあ、きついから。まあでもこれをですねクリアしないと不動の総意がもらえないので頑張っていきましょう。オッケー、よし、まずオドガロン。オッケー、いってー、よっしゃー、もうちょい。オッケー、よっしゃー、クリアしたぞー。ふう、さあでは不動の総意をいただきに行きますか。おばちゃん、できたよ。でしょでしょ、奈落にて君を呼ぶに行ってくれたんだね、ありがとう。おかげで新しい特殊装具が完成してよ。あんたに真っ先に渡せよ。どうぞ遠慮なく使っておくれさ。はい、不動の装備が追加されました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、無事に不動の装備をゲットできました。はい、これでですね、ちょっとイベルカーナにですね僕は挑んでいきたと思います。はい、皆さんもですね、よろしければうどんのソイまだ持ってないよっていう人はですね、ぜひ作ってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。ツイッターもやっていますのでフォローよろしくお願いいたします。それではバイバイ。